ベルリン州、通称ベルリンはドイツの首都。16ある連邦州のうちの一つで都市州である。ドイツ北東部ベルリンブランデンブルク大都市圏地域の中心に位置する。地域人口は360万人で同国最大の都市である。ベルリンの名称のもとは明らかでないが、おそらくは西スラブ人が今日のベルリン一帯に住み着いたことにより、 古いポラーブ語で出張を意味するベアール、バールマイナスとつながる説がある。民間語源的にはドイツ語で熊を意味する BR と関係があるとされている。これは今日のベルリンの文章にも表現されている。標準ドイツ語の会話における一般的な発音ではベアリーン、b e e n となる。漢字ではベルリンという表記が当てられる。なお、第二次世界大戦まで。 国内電気産業従事者の約半数がベルリンで働いた。それでエレクトロポリスという異名もついている。ベルリンが属するベルリンブランデンブルク大都市圏地域の人口は590万人に達し、190カ国を超える海外出身者も暮らす。ベルリンは北ヨーロッパ平野に位置し温帯の季節的な気候の影響を受ける。地域の3分の1は、 森林、公園、庭園、火星や湖で構成されている。ベルリンが最初に文書に言及されたのは13世紀のことで、それ以後プロイセン王国やドイツ帝国、バイマル共和制、ナチスドイツの首都であった。1920年には、オーベルリンの成立により、地域が大幅に拡大し、 現在とほぼ同じ領域となった。1920年代には世界で3番目に大きな都市であった。第二次世界大戦後、ベルリンは東ドイツの首都である東ベルリンと西ドイツの事実上の飛び地で周辺をベルリンの壁で囲まれた西ベルリンに分断された。1990年のドイツ再統一によりベルリンは再び首都としての地位を得て、 147の大使館が置かれる。ベルリンは文化や政治、メディア、科学の世界都市である。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界14位の都市と評価された。経済的にはサービス産業を基盤とし、創造産業やメディア産業、コンベンション会場などが包括されている。ベルリンはまた、 欧州大陸の航空や鉄道交通の中枢でもあり、代表的な観光地である。重要な産業には、IT、製薬、生物医学技術、生物工学、電子工学、交通工学、再生可能エネルギーが含まれる。ベルリンは有名な大学や調査機関、著名人が本拠としており、多数の博物館、世界的なオーケストラ、オペラ座を持ち、 ベルリンマラソンなど多くのスポーツイベントも催されているほか、都市の光景や歴史的な遺産は国際的な映画制作には人気な場所となっている。ベルリンでは多く、祭典や多様な建築、ナイトライフ、現代芸術、公共交通機関の路線も世界で最も居住に適した都市など様々な分野でもよく知られた都市である。ドイツ最大の都市であり、立法、 行政の中心地ではあるが、地方文献の歴史が長いドイツでは、司法の中心地はカールスルーへ、金融と交通の中心地はフランクフルト、産業の中心地はルール地方、ミュンヘン、シュトガルト、ケルンとされ、東京やソウル、パリのような首都一極集中という状態はない。戦艦期には、科学技術や文学、哲学、芸術などが発展し、 バイマル文化によりドイツは最も進んだ国となった。1988年の欧州文化首都に選ばれている。現代の都市ベルリンは発展の一方で、特に東側の人口停滞などから都市構造の変革が進められている。西から東方向へ見たベルリン中心部ベルリンはドイツ東部に位置し、ポーランドとの国境から西側に 60km 離れた場所に位置する。 ベルリン周辺部は主に森林が広がり平坦な地形で低地の湿地帯である。広大な北ヨーロッパ平野の一部でこの平野はフランス北部からロシア西部まで伸びている。ベルリンワルシャワ間はアーストロムトルと呼ばれるハラリダニーで北のテーバルニム大地から南のテル島大地までは氷床から流れ出たトール水によりバイクセル氷河期の終わりに形成された。 シュプレー川はこの谷を現在流れている。シュパンダウはベルリンで最も西にある区であるが、シュプレー川はそこでハーフェル川と合流する。ハーフェル川は北から南に向かってベルリン西部を流れている。ハーフェル川の流路には湖が点在し、最大の湖はテーゲルこと大万勢である。これらの湖からはシュプレー川上流に水が流れ、 ベルリン東部のミュッケル湖を通っている。現代のベルリンは、シュプレー川流域の両側に都市が大きく広がっている。ライニッケンドルフクとパンコークの両区の大部分はバルニム大地に位置し、シャルロッテンブルクビルマースドルフク、シュテーグリッツツェーレンドルフク、テンペルホーフシェーネベルクク、ノイケルンクのほとんどは、テルト大地に位置している。シュパンダウの一部は、 ベルリン源流国とナウエンヒラノに位置し、これはベルリン西部に伸びている。ベルリンの最高地点は、市の郊外ではトイフェルスベルクとミュッケルベルゲ、中心部ではクロイツベルクである。クロイツベルクは海抜66メートル、トイフェルスベルクとミュッケルベルゲは海抜115メートルある。なおトイフェルスベルクは第二次世界大戦の瓦礫により、 人工的に築かれた丘である。森林と湖が多いベルリン郊外ベルリンの気候は、欠片の気候区分によれば西岸海洋性気候に属している。夏は暖かくしばしば湿気があり、平均最高気温は22摂氏25度、平均最低気温は12摂氏14度である。冬は比較的寒冷で、平均最高気温は摂氏3度で、 平均最低気温はマイナス2摂氏0度であり、時に低、摂氏10度を下回ることもある。春や秋は、ひんやりするか穏やかである。ベルリンは、市街地の建物により、微気候が起こり気温は1摂氏4度ほど、周辺地域より高くなる。年間降水量は570ミ、mm、リメートルで年間を、通じて平均的である。12月から3月にかけての冬季にはそれほど多くは、 ない降雪も見られるが雪が長い期間残ることはない。2009、2010年のシーズンは12月後半から3月上旬までずっと雪が残っていた例外的な期間であった。詳細は、ベルリンの歴史を参照ブランデンブルクモン1850年のベルリン国立歌劇場近辺ベルリンという名称が歴史的文書で最も古く遡れるのが1244年である。 1448年にはブランデンブルク編脅迫がブランデンブルクからベルリンに宮殿を移した。1618年から1648年にかけての30年戦争ではベルリンは人口の半分を失った。1709年にプロイセン王国の主婦となった。1871年にプロイセン国王ルヘルム一世が皇帝となってドイツ帝国が成立し、 ベルリンはその首都となった。ビスマルクの外交手腕とオーストリア・ハンガリー帝国の調落により、ベルリンはヨーロッパにおける国際政治の中軸となる。人口は飛躍的に増え、30年戦争勃発時には1万人程度であったのが19世紀初頭に17万となり、1860年には50万、1877年の 統計では100万を数えた。1873年には日本の岩倉施設団がベルリンを訪問しており、その当時のベルリンの様子が一部同伴画も交えて、米王海乱実記に詳しく記されている。1882年には日本の憲法を起草するための調査に伊藤博文等がやってきている。また、1884年には森王外が留学し、 留学中の経験をもとに小説、舞姫、国民の友を表している。第一次世界大戦でドイツ帝国は崩壊し、戦後はバイマル共和国の首都となった。ベルリンはなおもヨーロッパの芸術、学問の中心として栄えた。その一方でベルリンは政治的に赤いベルリンの異名を持つ社会主義、共産主義の画像であり、1928年の 選挙では、票が、社会民主党が33%、ドイツ共産党が25%であるのに対して、ナチスは2%であり、ヒトラー政権成立直前の1932年11月の選挙では、共産党がベルリンで投票総数の31%を獲得して、単独第一党となった。1933年にナチスが政権を奪取し、 ベルリンはその歪められた政策によって文化が衰退する。1939年時点で人口434万人の大都市となっていたが、第二次世界大戦でナチスドイツの最後の戦場となり徹底的に破壊され、約12万5千人の市民が犠牲となった。ベルリン市民の女性の多くがソ連兵に強姦されたと言われている。ある意思の推定ではベルリンで、 レープされた10万の女性のうち、その後死亡した人が1万前後でその大半が自殺だった。ヒトラ政権下のベルリンには、日独関係強化のために派遣された日本の外交官や軍人のほか、商社員、留学生などを常時400人以上の日本人が在留し、欧州で一番日本人の多い都市の一つだった。 第二次世界大戦後の後輩1986年、ベルリンの壁4カ国による当治第二次世界大戦後、ベルリンとその周辺地域はソビエト連邦に占領されるも、ベルリンは連合国の合意で、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連によって、周辺地域とは別に分割占領され、西側3カ国占領地域はソ連占領地域の中に位置する飛び地である西ベルリンとなった。 1948年にはソ連が西ベルリン封鎖を行ったが、西側は空輸作戦でこれに対抗した。この作戦は1948年6月24日から翌1949年5月11日まで続けられていた。1949年に東西ドイツが分裂して独立し、ソ連占領地区はドイツ民主共和国の首都東ベルリンとなり、 西側参加国占領地域は東ドイツの中の飛び地のまま、形式的には米、英、フッツの共同占領地ながら、実質的にはドイツ連邦共和国が主権を持って実効的に統治する西ドイツ領、西ベルリンとなった。西ドイツは首都ボンに置いた。西ドイツ本土と西ベルリンは空路。 または直通専用道路で往来が可能だったが、形式的には西側3カ国の管理下に置かれたため、テーゲル空港など、西ベルリンの空港への乗り入れは、米、A、フッツの航空会社のみが認められ、ルフトハンザドイツ航空の乗り入れは禁止されていた。ヨシフスターリンの死から3ヶ月後の1953年6月、東ベルリンで、直接的には、 ノルマ引上げなどを理由とする大規模な反政府デモが起きたが、ドイツ人民警察と在独ソ連軍によって6月17日に鎮圧された。西ベルリンの主要な道路であるシャルロッテンブルガー所聖は、この事件を機会に6月17日通りと解明された。旧聖読はこの日をドイツ統一の日とした。なお、この通りはちょうど東西ベルリンの境界となった。 ブランデンブルク門を境に名前が変わる。東ベルリン側に当たるのがウンターデンリンデン通りである。東西ドイツの国境が封鎖された後も、東西ベルリンの間だけは往来が自由であったため、東ドイツ東ベルリン西ベルリン西ドイツと脱出する人が続出した。労働人口の流出を恐れた東ドイツ政府は1961年8月13日に、 東西ベルリンの境界線を封鎖。後には西側線領地区と東ドイツとの境界線上にベルリンの壁を建設した。この時代のベルリンは東西冷戦の最前線であった。また、超大国、米ソ両国の戦車が睨み合う場面があった。1971年に四社合意により西ベルリンへの車や列車によるアクセスが保障され。 アクセスルートの東ドイツからの妨害の可能性が排除された。1989年11月9日、東ドイツ政府は東西ベルリンの境界線を解放し、ベルリンの壁は崩壊する。1990年10月3日には東西ドイツが統一し、1991年にはベルリンが東西統一ドイツの首都と定められた。以降、 東西に分断されていた道路網や地下鉄も含む鉄道網などの交通網を東西で直結する工事が行われインフラ整備や再開発が旧東シベルリン地区を中心に進行した。また、再度首都と定められて以降、ボンからの連邦政府書機関の移転も全時進められた。首都機能移転は2001年5月2日に完了し、現在では再度、名実ともに ドイツの首都となった。ベルリンの壁が撤去され、市内中心部には広大な空き地が出現した。その一つであるポツダム広場は再開発され巨大なビジネス、商業エリアになっている。連邦議会議事堂連邦首相府ベルリンは、ドイツ連邦共和国の首都で、元首の連邦大統領、政府の長である連邦首相、および連邦の議会両院を擁する。 公式の大統領官邸はベルビュー宮殿である。首相官邸は連邦首相府である。首相府と向かい合うのが改修された帝国議会議事堂であり、ドイツ連邦議会はここで開催されている。1998年以来、ドイツ連邦共和国の政府はベルリンにある。連邦参議院の議員はドイツの各連邦州の代表者で構成されており、 かつてのプロイセン王国貴族院からの流れを組む。ほとんどの中央官庁はベルリンに本庁を置いているが、若干は現在でも西ドイツの首都であったボンに置かれているベルリンボ法により市長は残されている。2006年にはベルリンが首都であることが憲法に明記された。なお、最高裁判所に相当する連邦憲法裁判所と連邦裁判所は、 ベルリンには所在せず、ドイツ南西部の都市カールスルーへにある。1990年10月3日のドイツ、再統一以来、ベルリンは、ハンブルクやブレーメンと共に3つある都市州として、全16の連邦州を構成している。1995年4月27日には、ブランデンブルク州と州首相同士が合併に合意し、合併案は、両州の議会を通過したが、 翌1996年5月5日の住民投票でブランデンブルク州側の反対が多く否決された。赤の州長シャベルリン市長、ミハエル・ミュラーベルリン州の議会はベルリン市議会であり160議席で構成されている。議員の任期は5年。ベルリンは都市州であるため議会は市議会と州議会の権限を合わせ持つ。ベルリン市長は 議会議員選挙のたびに議会によって選出され、ドイツ連邦議会が任命する。2014年12月11日より、スピードのミハエル・ミューラーがその職を務める。ベルリン市長は、州政府を率いる。州政府は、市長のほか8人の閣僚によって構成される。閣僚はそれぞれ州政府の省を率いる。閣僚のうち2人は副市長を務める。市長及び、 州政府の執務は赤の市庁舎で行われる。議会、編集詳細は、ベルリン市議会を参照2016年ベルリン市議会選挙の結果、ドイツ社会民主党、左翼党、緑の党の3党が連立を組み、州の政治を担っている。過去、2001から2011年には、スピードと左翼党が連立していた。その後の2011から2016年は、 スピードとセリによる連立政権であった。この時期、ドイツ海賊党がベルリン市議会の議席を有しており、同党としては、これが衆議会レベルで初の議席獲得であった。歴代市長、編集詳細は、ベルリン市長を参照予算、編集ベルリン州の年間予算規模は2007年度で205億ユーロで、これには8000万ユーロの余剰金も含まれる。 この数値は、ベルリンの政治史の中で、初めての黒字を示している。歳入の増加によるもので、ベルリン参事会では2008年に増加する予算の余剰金を計算している。ベルリン州の予算額の合計には、約55億ユーロのドイツ政府か連邦州の財源が含まれている。一方で再統一に関連しベルリンは、他のドイツの州よりも多くの負債があり、 2007年12月、現在の負債は600億ユーロに上る。2011年には、高いレベルの交際により連邦及び、州安定理事会より、財政危機都市の宣言をするよう促されている。詳細は、ベルリンの区及び地区一覧及び、ベルリンの行政区を参照ベルリン州は12の行政区で構成されている。2001年まで23区が設置されていたが、現在は、 行政改革によりそれぞれの区の権限が強化され、行政区の再編が行われた。各行政区には複数の地区が含まれる。その歴史は1920年10月に設定された大ベルリン以前の旧自治体に由来する。大ベルリンに合併され都市化されたが、多くの市民は自分の居住する地区や行政区に強い一体感を持っている。現在のベルリンには96の地区があり、 それらは通常いくつかの外区を形成しベルリンの方言でキースと呼ばれ小規模な住宅地を指している。それぞれの行政区には選挙で地区から選ばれた議員からなる区議会を有し区長と5人の参事委員からなる執行機関がある。各行政区は自治体としては独立していないが基本的な行政サービスの提供を担い、 ベルリン州政府の補助的な役割を果たす。12の区長は区長会議を設置し、州政府に助言を行う。オートスタイルには行政的な権限や義務はなく、以前の地区の代表者であったオーツボーステアは区長に引き継がれている。ベルリンの行政区画ベルリン州は12の区に区分される。2008年のベルリンの都市 GDP は950億ドルであり、 世界第69位である。ロンドンやパリの6分の1程度と、経済規模は、さほど大きくない。ベルリンにおける経済は、正常にしばしば振り回されてきた。この街はかつて製造業や、金融の中心地として繁栄していたが、冷戦期における東西ベルリン分断によって、東西ベルリンはそれぞれ、東ドイツと西ドイツの経済に組み入れられることとなる。東ベルリンは、 東ドイツの商業、工業、金融、輸送の中心となり、シュプレー側の重要な内向としての機能を要し、運河によってバルト海とも結ばれた。一方、第二次世界大戦で破壊された西ベルリンの経済は、ソ連が1948年から1949年に実行したベルリン封鎖によって、再び打撃を被った。しかし1950年代に入ってからは、 アメリカによるマーシャルプランの経済援助のおかげでベルリンは復興を始める。急速に工業化がなされ、国際金融や学術、研究、映画産業の中心ともなり、高速道路や鉄道、運河、空路で西ドイツと結ばれた。1989年のベルリンの壁崩壊によって、東西ベルリンは再び一つの街となる。 経済統合は公式には1990年7月に開始し、特に東ベルリンの経済は、かつての国有企業が民営化されるなど、大きな変動を経験することとなった。東西再統一を果たしてからは、ベルリンの経済状況は、当初思われたほどには向上しなかった。ドイツの首都にして最大の人口を要する都市ではあるが、 都市間のネットワークを重視した世界都市調査では、ドイツ国内では、フランクフルト、ミュンヘン、ハンブルク、デュッセルドルフより低い評価を受けている。ICC2009 年の名目 GDP の成長率は1.7%で900億ユーロであった。ベルリンの経済に占める第三次産業の割合は80%である。 失業率は2011年現在12.7%で、ドイツ平均の6.6%に比べると高い数値であるが、ここ15年間では最低である。ベルリンの経済で成長が著しいものには、サービス業の中でも、情報技術や通信技術、メディア、広告、デザイン、バイオテクノロジー、環境改善事業、輸送工学、医療工学がある。 サイエンスビジネスパークがアードラースホーフ地区にあり、世界では15番目に大きなテクノロジーパークである。研究開発部門はベルリンの都市経済において重要で、欧州連合の中ではベルリンブランデンブルク地域はトップ3の革新的な地域にランクされている。ポツダム広場にあるドイツ鉄道本社シーメンスは、フォーチュングローバル500や DAX に、 リストされている企業でミュンヘン以外にベルリンにも本社機能を置いている。株式会社化された国営のドイツ鉄道もベルリンに本社を置いている。多くのドイツ企業や国際的な企業がベルリンにビジネスやサービスの中心を置いている。ベルリンには20の大きな雇用種となる大企業があり、代表的なものにはドイツ鉄道、医療サービスのシャリテ ベルリン市内の公共交通を担う、ベルリン市交通局、様々なサービスを提供するドゥスマンや、P ペンブロックサービス、ダイムラー、BMW のオートバイ製造部門である、BMW モートルラートがある。バイエルシェーリングファーマやベルリン科学など主要な製薬会社もベルリンに本社を置いている。2017年現在、ベルリンには約800の宿泊施設に、 約14万3000床を備えている。同年、年間約1300万人の観光客が訪れ、延べ宿泊数は約3120万泊に達した。観光地ジャンダルメンマルクとのパノラマシャルロッテンブルク、宮殿カイザー、ビルヘルム記念協会、ベルリン動物園駅周辺ベルリンは世界有数のコンベンション都市でもあり、欧州でも大きなコンベンションセンターとしてメッセベルリンがある。 そこでは、オーディオビジュアルや、家電関連の国際コンシューマーエレクトロニクス店や、園芸関連のベルリン国際グリーンウィーク、世界最大の国際鉄道技術見本市、イノトランス、国際的な旅行の見本市である、ベルリン国際観光フェアなど、各種見本市が開催され、多くのビジネス客が訪れる。音楽やエンターテインメントといった創造産業は、ベルリンの経済にとり重要で、 かなり大きな部分を占めている。音楽や映画、広告、建築、ファッション、舞台芸術、研究開発、ソフトウェア産業、テレビ、ラジオ、テレビゲームなどは創造産業に含まれる。22,600の企業が創造産業に関わり、これらは中小企業が占めており、合計186億ユーロの収益がある。ベルリンの創造産業は2005年のベルリンの 地域内総生産の20%に寄与している。ベルリンの道路網を2006年に開業した、ベルリン中央駅ベルリンの空港リッチベルリンの水路網ベルリンの交通インフラは非常に複雑で多様であり、都市内を移動しやすくしている。ベルリン市内には979の橋と 197km の市街地の水路網があり、5334。 キラマターズの道路網が市内に張り巡らされている。アウトバーンは73キラマターズをカバーしている。2006年には141万6000台の自動車がベルリンでは登録されている。自動車の普及率は2008年には1000人あたり358台で、ドイツ平均の1000人あたり570台に比べると低く、欧州の他の大都市に比べると低い普及率である。 鉄道の長距離路線はベルリンからドイツ国内の主要都市や他の欧州の近隣国に路線を広げている。地域輸送では近隣のブランデンブルク州やバルト海方面へ路線が広がっている。ベルリン中央駅は2006年に開業し、欧州では最大の立体交差型の鉄道駅である。ドイツ鉄道によってハンブルクやミュンヘン、 ケルンなど主要都市とは高速列車アイスやインターシティで結ばれている。また、東西急行やベルリン、ワルシャワエクスプレスなどの国際列車によりモスクワやパリ、ワルシャワ、ウィーン、アムステルダムとも結ばれる。スイス方面へもアイスや夜行の BB ナイトジェットで結ばれている。ベルリン市交通局とドイツ鉄道が複数の高密度都市交通システムを管理している。 ベルリン空港も参照かつては西ベルリンにベルリンテンペルホーフ空港とベルリンテーゲル空港が東ベルリンにベルリンシェーネフェルト空港があったが2020年10月31日に開港したベルリンブランデンブルク国際空港に統合された2006年に建設開始され当初の完成予定の2011年から9年遅れて2020年10月31日に 開港した。空港には、ベルリン S バーン、インターシティ、レギオナルエクスプレス、レギオナルバーンが乗り入れており、ベルリン中央駅やベルリン動物園駅等の、ベルリン各地、ドレスデン等のドイツ各地まで直通で行くことができる。ベルリンにはよく整備された自転車専用レーンのシステムがある。ベルリンの自転車の普及状況は1000人あたり710台で、2009年には1日。 あたり50万人の人たちが自転車を利用自然交通に占める割合は13%に達する。自転車利用者は 620km の自転車道を利用することができ、150km は義務的な自転車道、190km はオフロードの自転車道、70km はバスレーンと共用で自転車にも開放された道路、100km は歩道と共用、 50km は歩道にマークされた自転車道である。ヘイスクラフトワークミッテベルリンのエネルギーインフラの供給者は主にスウェーデンのバッテンホールが担っており、発電源には他の発電事業に比べてタンに大きく依存している。タンに依存することは有害な物質を発生させることになるため、バッテンホールではクリーンな再生可能エネルギーへの転換を表明している。 以前の西ベルリンの電力は火力発電所により供給されていた。1980年代にピーク時に緩和するために蓄電池がいくつかの発電所に導入されている。静止インバーターが送電網と接続され電力の使用が少ない、時間帯には蓄えられ、電力の使用が多い時には解放される。1951年以来、 周辺地域と接続が立たれていた。送電網は1993年に接続され、元の状態に戻されている。西ベルリン地区のすべての送電は地下化され、380KV と 110KV の高圧線だけが、ロイター変電所から市街地のアウトバーンに敷かれ、その区間は地上を通っている。ベルリンの 380KV 高圧線は、 西ベルリンの送電線として作られ、東ベルリンや西ドイツとは接続されていなかった。自動車製造大手のダイムラーと電力会社の RWEAG は共同で、ベルリンにおいて e モビリティベルリンと呼ばれる電気自動車と充電スタンドのテストプロジェクトを始める。シェリティのキャンパスベルリンは医療技術や医学の技術革新に関しては豊かな経験を有している。 近代医学はベルリンの科学者から大きな影響を受けている。ルドルフ・ルートビヒカール・フィルヒョウは細胞病理学の基礎を築いた人物で、ロベルトコ・コシャリテの複合病院施設は欧州では最大の大学病院で、期限は1710年に遡る。シャリテは4箇所に分かれており、3300床に14000人の医療スタッフと8000人の学生、60を超える。 手術室を管理し、年間10億ユーロを超える収益を上げている。ベルリン自由大学とフンボルト大学には共同の機関があり、幅広い専門的な医療センターをなしている。ベルリンにはこれ以外にもよく知られた移植センターである、ドイツ心臓センターや分子医療の機関であるマックス、デルブリュックセンター、シーメンスなど多くの研究機関がある。 ベルリンの人口推移1882,012。2018年12月31日現在のベルリン市の登録人口は364万4,826人を数え、地域面積は891.82平方キロメートルで、人口密度は4,087人平方キロメートルであった。2010年3月現在、ベルリンの地域を超えて広がる、 市街地の都市的地域の人口は370万人。ベルリン・ブランデンブルク地域の大都市圏は5370平方キロメートルの範囲で広がり人口は430万人である。2004年現在、ユーロスタットが統計的に定めている大都市圏域では17385平方キロメートルの範囲に490万人が居住している。 国内外からベルリンへの移住には長い歴史がある。1685年にフランスで何との直令が取り消されるとポツダムの直令でそれに応え10年間フランスのユグノー難民に宗教的な自由と免税特権を保障した。1920年に大ベルリン法によって多くの郊外部やベルリン周辺の都市が統合された。これは 現代のベルリンの地域のほとんどを構成するものである。大ベルリン法によって、ベルリン市の面積は66平方キロメートルから883平方キロメートルに拡大し、人口は190万人から400万人へ増大した。1960年代から1970年代の西ベルリンの積極的な移住、保護の政治は移民の波となった。現在、 ベルリンにはトルコ系の人たちは25万人が居住しており、トルコ国外では最大のトルコ人コミュニティを形成している。1990年代、移民法によってソビエト連邦の居住者だった民族的ドイツ人たちがドイツに移住できるようになった。彼らによって今日最大のロシア語コミュニティが形成されている。ここ10年代、 西ヨーロッパ諸国の人々も増加している。特に欧州連合域内の若者がベルリンに移民としてやってきている。2000年代後半からの南欧経済の悪化でギリシャなどからの移民も増加している。それに加え、この20年代、ベルリンではアフリカ系の人たちも増加している。2010年12月現在、 人口の13.5%にあたる45万7806人は外国籍の人たちである。190カ国に由来する。外国人はトルコが10万4556人、ポーランドが4万988人、セルビアが19230人、イタリアが1万5842人、ロシアが1万5332人、 フランスが13,262人、ベトナムが13,199人、アメリカが12,733人、ボスニア・ヘルツェゴビナが1百1 9 8人、イギリスが1百1 9 1人、クロアチアが1万1 0 4人、イスラエルが1万人である。おおよそ人口の12.2%にあたる39万4,000人の市民は外国からの移民由来で、 ドイツに帰化したか、ドイツで首相して市民権を得ている。全人口の25から30%は外国由来である。2010年現在、人口の27%に当たる約90万人は移民を背景としてベルリンに居住している。しかしながら、マイノリティの分布には大きな違いがある。事実、旧西ベルリンのベディング地区やノイケルン地区、 ゲズントブルネン地区では移民を背景とするドイツ人や外国籍の人たちで人口の70%を占めるが旧東ベルリンでははるかに低い割合である。移民のコミュニティは非常に多様であるが中東や東ヨーロッパ、少数の東、アジアやサハライナンのアフリカ系、他のヨーロッパ系の人々が移民の中で大きなグループを形成している。 約7万人のアフリカ系ドイツ人がベルリンに居住している。さらに25を超える固有でないコミュニティと国籍の1万人近くの人たちが暮らし、その中にはトルコ、ポーランド、ロシア、レバノン、パレスティナ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベトナム、アメリカ、ルーマニア、中国、オーストリア、ガーナ、ウクライナ、フランス、イギリス、イスラエル、タイ、イラン、エジプト、 シリアなど多くの国が含まれる。民族別のリストは外国を素地とするベルリンの住民に関しての公式統計で、主に民族性の統計ではないため、移民の素地がないドイツ人や民族ドイツ人の割合は低いかもしれない。子供やティーンエイジャーの移民を素地とする人口の割合は50%である。ノイケルンでは80%近くに達する。 これに加えて10万人から25万人の不法移民がいる。ルーマニアやブルガリアが欧州連合に加盟するとロマの人々の流入が起こっている。地元の社会福祉事務所は彼らや他の移民をドイツ語や職業訓練によって溶け込ませようとしている。ベルリンで広く話されている外国語にはトルコ語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、クルド語、ベトナム語、英語。 セルビア語、クロアチア語、ギリシャ語、他にアジアの諸言語である。大きな中東やユーゴスラビアであった地域からの移民によるコミュニティがある。ことから、トルコ語やアラビア語、セルビア語、クロアチア語はベルリンの西側でよく聞くことができる。これに対して、ベトナム語やロシア語、ポーランド語の母語話者はベルリン東部により多く居住している。ベルリン大聖堂。 イエス・キリストイコール教会、ハンナチ運動の告白協会の中心的存在であった同時に、クラシック音楽録音会場としても名高い。60%以上のベルリンの住民は宗教を登録しておらず、ベルリンは欧州の無神論者の首都と表現されている。2010年現在、福音主義宗教会であるインクボーの大部分はルター派で構成され、 若干の改革派協会信徒を含む、イークボーは、ドイツ福音主義教会と福音主義合同協会のメンバーである。プロテスタントが、ベルリンの人口に占める割合は18.7%で、カトリック教会は9.1%を占める。人口の2.7%は、プロテスタントやカトリック以外のキリスト教を信仰し、そのほとんどは、正教会で、 イスラム教は8.1%を占めている。0.9%のベルリンの住民は他の宗教を信仰している。他の宗教を信仰する人のうち80%はユダヤ教に登録しており、実際にユダヤ教の信仰者は5万人とみられ、現在、旧ソ連からの移民によってその数は増えている。加えてベルリンは、 世界でも急速にユダヤ人コミュニティが増加している都市で、これはロシアやイスラエル、ユダヤ系のドイツ人が増加しているためで、彼らの祖先はホロコーストの時代にドイツから追われた。ベルリンにはローマカトリック教会のベルリン大司教区が置かれ、イークボーは教会員による選挙によって選ばれた監督のもとで運営されている。さらにベルリンは政教の司教座制度の拠点で、 セボリス・バプティスト大聖堂は、ブルガリア聖教会の西、中央ヨーロッパの拠点で、復活大聖堂は、モスクワ総大主教のベルリン教区の拠点である。異なる宗教や、宗派の信徒は、ベルリンに崇拝するための多くの場所を維持している。独立した福音ルーテル教会は、ベルリンの異なった規模の8の教区を有している。ベルリンには36のバプテスト教会、29の 新使徒教会、8の福音自由教会、6の末日聖徒、イエス・キリスト教会、他に復古カトリック教会や聖公会がある。ベルリンには他にも76のモスクと11のシナゴーム、2つの仏教寺院があり、多くのヒューマニズムや無神論者のグループもベルリンにはある。 フンボルト大学の外にあるフンボルトのゾーベルリンでは878の学校の13,727のクラスに346,658人の子供たちが学び、56,787人が職業教育を受けている。ベルリンには6年間の初等教育課程があり、初等教育を完了した生徒は中等教育課程でゼクンダール修礼を経て、 職業訓練を目指すか、ギムナジウムを経て、大学を目指すか選択する。ベルリンには特別な二言語教育課程の学校であるオイローパシューレがある。通学校で、子供たちはドイツでも外国語で小学校から始まり、高校まで教育を受ける。ベルリンのほぼすべての行政区で9つのヨーロッパの主要な言語を選択できる学校が29校ある。 フランスギムナジウムベルリンは1689年にユグノーの難民の子供たちの教育のために設立され、ドイツ語とフランス語の教育が提供された。ジョンカイ・ケネディ学校はバイリンガルのドイツ人、アメリカ人の公立学校でチェーレンドルフ地区にあり、特に外交官の子供たちや英語話者の外国人コミュニティに人気がある。EN ウナバーシティスリサーチインスティテューションズ・イン・ベルリンも参照アードラス豊富のサイエンステクノロジーパークのソーラー充電パネルエルンストロイター広場にあるベルリン工科大学のビルベルリン国立図書館ベルリンブランデンブルク首都圏は欧州連合の中でも高等教育機関や研究施設が集積した地域の一つであるベルリンには4つの公立大学とこの私立大学 および20の工業大学があり、幅広い学科課程が提供されている。13万5327人の学生が31の大学やカレッジに2008から2009年には在籍していた。3つの大きな大学だけで約10万人の学生が在籍している。フンボルト大学には3万5000人、ベルリン自由大学には3万5000人、 ベルリン工科大学には3万人の学生がそれぞれ在籍している。ベルリン芸術大学には4300人、ベルリン経済法科大学には9000人の学生が在籍する。ベルリンには高い密度で研究機関が集まり、代表的なものには、フラウンホーファー協会、ゴットフリートビルヘルムライプニッツ学術連合、マックス・プランク研究所などがあり、研究機関は単独化。 緩やかに大学と連携している。6万2000人の科学者が研究開発に携わっている。欧州工科大学の知識やイノベーションコミュニティの中心の一つでもある。様々な大学と提携している図書館に加え、ベルリン国立図書館は主要な研究図書館である。ウンターデンリンデンとポツダム通りに国立図書館の主要施設が立地する。 ベルリンには108の公立図書館がある。世界遺産のムゼウムスインゼルベルリンには多くの文化施設があり、その多くは国際的な評価を受けている。多様性や活発さは、サイトガイストメトロポリスサイトガイストメトロポリスとして大都市の中で流行を作り出すイメージに結びついている。ベルリンにはオーケストラやオペラハウスが世界で類を見ない規模で集積している。 またベルリンには非常に多彩なアートシーンがあり、420の美術館がある。多くの若者や国際的なアーティストがベルリンの街には居住し、ベルリンは若者や大衆文化の欧州での中心地として確立している。ベルリンの文化的な役割は2003年に発表された毎年行われる欧州最大の音楽業界の国際見本誌。 ポップコムが15年開催されていたケルンからベルリンその後、ユニバーサルミュージックと MTV が欧州の本部をベルリンにメインスタジオをシュプレー川沿いのフリードリヒスハインに移転することを決めている。2005年、ベルリンはユネスコのユネスコ創造都市ネットワークにデザイン部門で参加している。2015年ベルリン国際映画祭の会場でベルトを発行する。 アクセル・スプリンガー AG の本社ベルリンには多くの国際的なメディアや地元のテレビ局やラジオ局がある。公共放送のベルリン・ブランデンブルク放送はベルリンに本拠地を置いている。民間放送では MTV、ヨーロッパや N24 がベルリンに本社を置いている。ドイツの国際放送事業体であるドイチェベレはテレビ部門をベルリンに置いている。 ドイツのほとんどの放送事業者はベルリンにスタジオを持っている。アメリカの公共ラジオ NPR はベルリンで FM 放送を行っている。新聞に関してはベルリンではドイツで最大数の日刊誌が発行されている。多くのブランケット版の地元誌、例えばベルリーナーモーゲンポスト、ベルリーナアッツァイトゥング、デアトガスシュピーゲルがある。また、タブロイド版の三大紙や、 様々な紙のサイズや政治姿勢の全国紙も発行されていて、d ベルト、ノアスドイ e d e u t s d ターゲス a イトゥングなどがある。出版では、二つの大きなドイツ語の出版社である、バルターデ・グロイターとアクセル・シュプリンガー社は、書籍や定期刊行物、マルチメディア関連の出版物を発行している。映画に関しては、ベルリンはヨーロッパの映画産業、 ドイツの映画産業の中心地である。市内には1000を超える映画やテレビ、番組制作関連の企業と270を超える映画館がある。毎年300を超える国内や海外との共同制作の映画の撮影が地域で行われている。歴史的に有名なバーベル・ソベルク・スタジオや映画制作会社ウーファはベルリン郊外のポツダムにある。ベルリンにはヨーロッパフィルムアカデミーや ドイツフィルムアカデミーがある。ベルリンでは毎年ベルリン国際映画祭が開催される。ベルリン国際映画祭は1951年に創設された。1978年以来毎年2月に開催され43万人の入場者を集める世界最大の映画祭である。2002年第52回での千と千尋の神隠しの金熊賞を受賞など、 多くの日本の作品も過去に様々な賞を受賞している。詳細は、ベルリンの博物館、美術館を参照旧国立美術館ベルリンユダヤ博物館、ベルリンには153の博物館がある。多くの博物館が一緒になったムゼウムスインゼルは、ユネスコの世界遺産に登録されている。1841年に直例によって、芸術と歴史の地区と定められた。 旧博物館はルストガルテンに建てられた。新博物館にはネフェルティティの共像が展示され、旧国立美術館、ペルガモン博物館、ボーデ博物館は博物館島に建てられている。それぞれの博物館は別々に建てられているが、もはや収蔵品と建物の名称は必ずしも一致していない。博物館島から離れた市内にも多くの博物館や、 美術館がある。絵画館は13世紀から18世紀にかけての巨匠の作品に焦点を当てている。新ナショナルギャラリーはミース・ファンデルローエにより建てられたモダニズム建築で20世紀のヨーロッパ絵画を専門としている。ハンブルク駅イコール現代美術館はモアビート地区にあり近代や現代の有名な作品を展示している。ドイツ歴史博物館は かつてのツイクハウスに2006年春に拡張再開され、1989年のベルリンの壁崩壊を通じたドイツの歴史を外観することができる。バウハウスアーカイブは建築の博物館になっている。ペルガモン博物館に復元されたイシュタルモンベルリンユダヤ博物館はドイツのユダヤ人の200年の歴史に関して展示が行われている。ドイツ技術博物館は クロイツベルク地区にあり、歴史的な技術的成果の最大の展示施設である。フンボルト博物館は、ベルリン中央駅の近くにあり、自然史に関する展示を行う博物館になっている。ブラキオサウルスやヒソチョウの標本は有名である。ダーレーム地区にはいくつかの世界的芸術、文化に関する博物館や美術館があり、 アジア芸術博物館やベルリン民族学博物館、ヨーロッパ文化博物館、連合国博物館、ブリュッケ美術館などがある。リヒテンベルク地区には東ドイツ時代は国家保安省が置かれていたが、現在では下味博物館になっている。また同じく東ドイツに関する博物館としては DDR 博物館もある。チェックポイントチャーリーは ベルリンの壁と並んで、東西分断の象徴であった。現在でも保存され市営の、チェックポイントチャーリー博物館として東から逃げようとした人々によって考案された、詳細な計画や戦略、広範囲にわたる文書が展示されている。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、キリル・ペトレンコ・ベルリンには、ベルリンドイツオペラ、ベルリン国立歌劇場、 ベルリンコーミッシェ・オーパーの3つの著名なオペラハウスがある。ウンターデンリンデンにあるベルリン国立歌劇場は1742年に開かれ3つのオペラハウスの中では最古の歴史がある。現在の音楽監督はダニエル・バレンボイムである。ベルリンコーミッシェ・オーパーは伝統的にオペレッタを得意とし同じくウンターデンリンデンにある。 ベルリンドイツオペラベルリンドイツオペラは1912年にシャルロッテンブルク地区ビスマルク通りに設立された。現在の音楽監督はドナルド・ラニクルズである。ベルリンが東西に分断されていた1961年から1989年にかけては西ベルリンにとってはベルリンドイツオペラが唯一のメジャーなオペラハウスであった。 1990年の東西ドイツ再統一後に、一つの都市内で三つの歌劇場が専属の完全四冠編成フルオーケストラを持つ、この条件を満たす、歌劇場を二つ持つ都市としては、ウィーン、ミュンヘン、モスクワ、サンクトペテルブルクなどがあるが、三つはベルリンが世界唯一である。という贅沢な状況になり、しばらくの間統合論議が起こった。しかし経営が軌道に乗り、 現在では3劇場のそれぞれの特徴を持ち共存している。3劇場の専属バレエ団のみは2004年に統合されてベルリン国立バレエ団となった。ベルリンのメインのミュージカルシアターたるテアターデスベステンスは1895年に建てられた。ベルリンには7つのオーケストラがある。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団は世界でも最も結出したオーケストラの一つで、 ポツダム広場近くのベルリンフィルハーモニーを本拠地としている。ベルリンフィルハーモニーが面した通りは、楽団で長い間指揮者として活躍した、ヘルベルト・フォン・カラヤンの名にちなんで名称が付けられている。現在の音楽監督は、キリル・ペトレンコである、ベルリンコンチェルトハウス管弦楽団の主席指揮者、クリストフ・エッシェンバッハ・ベルリンコンチェルトハウス管弦。 楽団は1952年に設立され、東ベルリンの還元楽団として設立された。現在の主席指揮者は、クリストフ・エッシェンバッハである。世界文化の家では異文化間の問題とともに、様々な展示が扱われ、世界の音楽のステージや会議が行われている。フォルクスビューネ・シャウビューネ・ベルリンには50を超える、数多くの劇場がある。ミッテ地区にある、 ドイツ座は1849-1850年にかけ建てられ、それ以来1944から1945年の第二次世界大戦末期の中断を除いて運営が続いている。フォルクスビューネはローザルクセンブルク広場の近くに1913-14年に建てられたが、設立は1890年である。ベルリーナアンサンブルは、 ベルトルトブレヒトの作品を上演することで知られ、1949年にドイツ座からそう離れていない場所に設立された。シャウビューネは1962年に設立され、クロイツベルクにあったが、1981年にクアフィルステンダムの旧ウニベルズム映画館の建物に移転した。ベルリンでは20世紀の初め以来、政治的な風刺やユーモアに満ちたカバレットも盛んである。 ベルリンには移民や町の歴史を背景とした食文化があり、ベルリンの12のレストランはミシュランガイドに掲載され、ドイツの都市の中では一番多い。またベルリンは、菜食主義やビーガニズム、持続可能性の食物を施行する人々に幅広い提供を行っていることでも知られる。ベルリンで発明されたカリーブルスとベルリンの多くの地元料理は北ドイツ料理の伝統を起源とし、 豚やガチョウ、魚、エンドウ、豆、キュウリ、またはジャガイモなどを使った素朴で温かい料理が含まれる。典型的なベルリンの名物料理には1949年に発明されたカリーブルスト、アイスバイン、ベルリーナープファンク編、牛のレバーを使った料理ベルリン風レバーがある。トルコやアラブからの移民労働者はベルリンに伝統的な料理をもたらし、ドネルケバブや パラフェル、ラフマージュンはカリー・ブルストと並んでベルリンのファーストフードの基本になってきている。現代的なファーストフードのバージョンとしてのドネル・ケバブは1971年にベルリンで発明されたとも言われる。アジア風のインビスも広がっている。ベルリン動物園ベルリン動物園はベルリンにある動物園では最古の動物園で1844年に開園した。 現在では世界でも最も幅広い種類を集めている。ベルリン動物園は人工保育で育った2006年12月に生まれたクヌートが有名であったが2011年に死亡している。ベルリン市内にはベルリン動物園のほかにリヒテンベルク地区にある1955年に設立のベルリン動物公園がある。ベルリン植物園にはベルリン植物博物館が含まれる。 面積は43ヘクタールあり2万2000の異なった多様な種類の植物がある。他には1985年の連邦園芸博覧会の会場となったブリッツ庭園や世界中の庭園をモットーに作られたマルツァーン保養公園がある。ティーヤガルテンはベルリン最大の公園で密手に位置しペーター・ヨセフ・レンネにより整備された。クロイツベルクにあるビクトリア公園は ベルリン市街の南部に素敵な眺望を与えている。トレプト公園はシュプレー川下藩のアルトイコールトレプト地区にあり、1945年のベルリンの戦いで戦死したソ連兵を称えるため整備された。フリードリヒスハイン地区にあるフォルクスパークは1848年に開園し、市内では最も古い公園である。シュプレー川沿いに設けられたビーチベルリンは、 シュプレー川沿いに多くのビーチやバーがあることで知られ、それと一緒にカウンターのないカフェやレストラン、緑地のスペースがありレクリエーションやレジャーの時間を作るのに大きな役割を果たしている。ベアックハインベルリンのナイトライフは欧州の中でも多様性に富んだものの一つである。1990年代を通じて20代の若者が多くの国からやってきて、特に 東欧や中央からの若者がベルリンのヨーロッパでの最高のナイトライフ地としてのクラブシーンを作っている。ベルリンのディスコのパーティーが遅くまで行われることは有名である。週末は特定時間に店舗を閉める必要がなく多くの人たちが夜通し楽しんでいる。1989年のベルリンの壁崩壊後、以前の東ベルリンの中心であったミッテ地区の多くの 歴史的な建築物は若い無断居住者に不法占拠されたり、再構築されカウンターカルチャーや前衛的な文化を集める肥沃など壌となった。ッ手地区やその周辺には多くのナイトクラブが林立し、その中にはカンストハウスタシュリーズ、トレゾア、w m 会、U4、E、ベルク、キキャトクラブ、ベアックハインがある。テクノミュージッククラブのリニー・ントルーは、 カイザービルヘルム記念協会の近くにあり1980年代後半から営業している。フリーデナウのディスコ、ラベルは1986年に起こったベルリンディスコ爆破事件の現場として広く知られている。クロイツベルク地区にある SO36 は元は大部分をパンクミュージックに主眼を置いたものであったが、今日では多くのダンスやパーティーサウンドにとって人気ある場所となっている。 多文化カーニバルは多民族的なストリートパレードでペンテコステごとの週末に行われ、クリストファーストリートデーと共にベルリン市が公演している。ベルリンではまた文化的な催しとしてベルリン音楽祭が知られており、その中にはジャズフェストベルリンも含まれる。いくつもの技術やメディア、芸術関連の祭典や国際会議がベルリンで行われている。芸を表した熊。 ベルリンのゲイエリア、ノレンドルフ広場ベルリンには、ゲイカルチャーの長い歴史があり、ポピュラーエンターテイメントや一部の作家により1920年代、ヨーロッパのゲイの首都と表現されていた。今日、ベルリンには、多くのゲイクラブやフェスティバルがあり、イースターに開催される、フェティッシュウィークイースターインベルリン、ベルリンプライドなどは、中央ヨーロッパ最大のゲイや、 レズビアンなどの同性愛者の行事になっている。ベルリンでは高い評価を得ている国際的なスポーツイベントが開かれている。1936年にはベルリンオリンピックが2006年には 2006FIFA ワールドカップの決勝が開催されている。2009年8月には世界陸上競技選手権大会がオリンピアスタディオンで開かれた。毎年、 ベルリンマラソンや IAAF ゴールデンリーグ、国際スタジアムフェスティバルなどの陸上競技の大会が行われている。国際バレーボール連盟のツアーは年ごとに行われるビーチバレーのグランドスラムにアレクサンダー広場に近い市中心部を選択している。オープンウェアの空間に数万の観客が集まり、国際的なサッカー大会である UEFA、 欧州選手権などを観戦することはポピュラーになってきている。多くのファンやビジターは巨大なスクリーンで一緒になって試合を観戦する。ファンマイルと呼ばれるイベントは2年に1度ブランデンブルク門近くで開催されている。いくつかの大きなクラブはドイツでの人気のあるスポーツの部門を代表し、ベルリンにも拠点が置かれている。ベルリン州は以下の都市と姉妹都市協定を締結している。 また、ベルリン各区も、これらとは別に、姉妹都市協定を結んでいる。公式日本政府観光その他、ありがとうございます。